この裁判は同性カップルら7人が民法などの規定で同性同士の結婚が認められていないのは婚姻の自由などを定めた憲法に違反するとして国に賠償を求めたものです一審の東京地裁はおととし現在の規定を合憲と判断し原告側の訴えを退けましたが同性同士が家族になる法制度がない現状を違憲状態としていました 今日の控訴審判決で東京高裁は原告の訴えを退けて国の賠償責任を認めませんでしたが現在の規定について男女間の結婚について規律することにとどまっていて性的指向によって法的な差別的取り扱いをするものとして憲法違反とする判断を示しました 今回の判決を受けて、同様の裁判を起こしている九州の原告が会見を開きました。すごいよく、えー、言ってくれたなというふうに感じました。まああのそれより劣るものは出しにくくなったのではないかなという期待が高まっていますので、えー、九州は九州できちんと独立した裁判所の機関として、明確な意見判決を出していただけると期待しています。 福岡高裁の判決は12月13日に言い渡されます。